納車、儀式終了。無事に何事もなく納車というのかシェイクダウンというのか終わりました。この車が、そもそも重捨ての86でドリフトするの、最近ちょっと乗ってるからできるかなと思いますが、痛めたくないからあんまりしたくないような、したいような、したいような、したくないような、寒そう。水温が高い。乗れる。楽しい。
見かけだけじゃない、この車走れるよちゃんと。よし、もうちょっと走ってみるか。チェックお願いします、はい、全然乗りやすい、いい感じ。ブレーキバランスもなら良さそうですね。大丈夫、ブレーキングで後出てきます、うん、楽しゅうおますThank you.
楽しい。楽しそう。これがいい車だ。いい感じ。めちゃいいっすね。いい感じだ。はい。音がワクワクしてるね。これあのギアを変えてもちゃんとさパワーもついてくる。はいはいはい、回転合ってますよね。落ち込まないんで。考えられ。あの普通さあの横に向けて踏んでると。もう死んできそうなのにちゃんとついてきて、はい、迫力とは思えないぐらい深いままこう煙出しますよ、はいはい、しかも 4AG で、はい、めっちゃ煙出てましたね、はい、これは楽しいぞさあということでですね、無事、本日納車&シェイクダウンが終わりました。本来なら86は車買ってちょっといじってはあの変わったのを感じて楽しんでみたいなね、こうステップアップを楽しむ車なのですが、僕はもうそんなのすっ飛ばして、どうせ知ってるんで86のことはすごく、いきなり完成品が本日届きました。めちゃくちゃ気に入っております。皆さんどうぞ真似してくださいということで、また来週お会いしましょう。今日来たのはですね、皆さんがそろそろ忘れているあれの打ち合わせで来ております。こちらです。はい、ここで大丈夫です。これ、覚えてますか？テンパタイヤのところに入れる車載工具セット。これが僕のシルビアについているのと同じやつですかね。そうですね。これ自分のシルビアについているやつですね、はい。と同じやつをね、僕の8号に作ってもらったんですが、だいぶ高さがあるということで、ちょっとね、ボコッとちょっとこうマットがこう膨らむような感じなのを、プラオさんがもうちょっと薄くできんかなっていうところで薄くしたのがちょっとできたと。そうですね。何センチ？ 3 センチぐらい違うんですかね。そうですね、 3、4センチ違いますね。ぐらい薄くなりました。ここにまあ、ジャッキ、そしてトルクレンチと、エアゲージとか入って、開けたところにバーンとかっこよくなるやつですよ。見て、これ映るかな。僕のノーワンベター、僕の N マークが入っております。かっこいい。ここをこうなんか止めて動かないようにして、車にね止めて、それをネジを隠す蓋でございます。隠す蓋が豪華。なんかこうこれ削り出しで意外、思ったよりここの中でこれが高いんじゃないかっていう気がする。意外と。さあ、ということでですね、おいくらするのかってところですかね、これはね。そうですね、結構高いんですよこれ、うん、お金かかってるんですよね。そうですね、僕のために。そうなんです。まあ物製品はまあそれなりになんですけど、うん、このトレー作るのが材料代と、うんうん、この加工するのが非常にお金がかかっちゃって、うん、だってあ外注でしょこれ。これ社内でやってます。あ、社内で、はい、あ、そうなんですか。工場で、ちっちゃい細いエンドミルでギューって削って、はい、粉バーッと出てくるのを、はい、こちらで機械で吸ってっていうので、そういう専用の機械でやってる。なんとなく値段ってさっき出ました？いや、ちょっと今ざっくり聞いて、わかんないです。まだわかんない。ちょっとわかんないです。まあでも多分、うん、原価で、まあ、製品も入れて、うん、10万ぐらいするんじゃないかなっていうのに、うん、ここも入れてね、中身入れてね、はい、ちょっとこれがね、いくらだったか覚えてないですよね。ジャッキー、あー、なるほど。ジャッキー嘘のやつじゃないんで、ここがついなんで、これが5万ぐらいしますオプションで、はい、これはありなし？なし？いや、ありで。ありで、まあ、これもついてくるんですね。あー、そうかそうか。これも立派なものじゃないですか、うん、もっとプラスチックでいいのに。でね、はい、これ結構高いですよね、こんだけで。高いです ね、はい、欲しい人がどれぐらいいるのかまず
コメントで10万ぐらいだったら欲しいですっていうね人がいるのかいないのか、いたら作りましょうか。そうです ね、 ね、はい、だってね完全にこれってあのトネさんからしたらこれで儲けたい気持ちがさらさらないから。そうですね、もう夢叶えるだけですからね、うん、なのであの利益じゃないですよこれ。これを欲しいなと思ってあの思ってくれてる人にただただこう労力使ってやってくれるだけなんで一度ねノブチャンネルでこういうのちょっとあの日あの時欲しい人いますかってやっちゃったんでね、それがまだその話がついてるだけです。長い時間かかっちゃったんですけど、というわけで本当に欲しい方はコメントにください。